アルマイト処理の夜間アルマイトはアルミニウム表面に溶極酸化皮膜を作る処理である。人工的にアルミニウム表面に分厚い酸化アルミニウム皮膜を作ることによってアルミニウムの耐食性、耐摩耗性の向上及び装飾その他の機能の負荷を目的として行われる。1929年に理化学研究所の植木坂井らが発明し特許を取得したアルミニウムの 周産法用極酸化皮膜を、それを引き継いだ理科学研究所の宮田里氏が、アルマイトと命名したのが由来で、現在ではアルミニウムの陽極酸化皮膜の一般名称として用いられる。陽極酸化とは、対象となる材料の表面を陽極として、主に共産中で電解により、バルブ金属の表面を酸化させる処理を指す。アルマイトは、 アルミニウムの代表的な表面処理方法である。日本工業規格としては、JISH8601、アルミニウム及び、アルミニウム合金の陽極酸化被膜、JISH8603、アルミニウム及び、アルミニウム合金の硬質陽極酸化被膜及び JISH0202、アルミニウム表面処理用語がある。英語での陽極酸化は、アナディジング、陽極酸化被膜は、 アナディックオキシドコティングスというが、正式にはアナディックオクセデシャンコティングスオンルーマナムである。気流酸や周酸などを処理翼に用いてアルミニウムを溶極として電気分解することによりアルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ酸化アルミニウムエールに溶酸の被膜を生成させる。砲酸など酸化アルミニウムの溶解力の低い酸を用いてバリアー被膜という。 数十ナノメートル数百ナノメートルの薄い酸化層を形成する技法もあるが、鉢の巣状に溶解する穴を作って、数マイクロメートルから数十マイクロメートルの多硬質被膜を形成した後、沸騰水、または酢酸ニッケルなどの高温水溶液、加圧水蒸気により水和することで、ベータアルミナ化し、鉱壁を水和膨張させて穴を封じ、 耐色性を向上させる技法が一般的に用いられている。風光処理には化学反応による不活性化、高分子などにより穴を埋めるような技法もある。多孔質被膜の特性を利用して、ポーラスに金属塩や有機染料などを吸着させて着色することも可能である。また、ポーラス内に電気化学的に金属などを積出させて着色する二次、展開。 三次電解というカラーアルマイトもある。アルミサッシなど、腐食環境で使用される部材においては、一般的に風光処理しない状態で電気塗装を施した、陽極酸化塗装複合被膜が用いられている。着色と同様にポーラスに固体潤滑剤を眼浸や積出させることで、潤滑性、耐摩耗性その他の性能を付加することもできる。現在、 アルマイトの電解液には硫酸を用いるのが主流で、あるが、中酸などの有機酸やクロム酸、リン酸などが使われることもある。放酸浴などで比較的厚いバリアー被膜は絶縁被膜としてコンデンサーなどに利用されている例がある。特別な処理条件により得られた硬く厚い被膜は、高質アルマイトと呼ばれる。1929年に理科学研究所で開発された。 当時アルマイトは登録商標であり、理科学研究所で開発された方法により、生成された中酸法用極酸化被膜のみに限定されていたが、現在はアルミニウムの陽極酸化被膜の総称として使用されている酸化アルミニウムは非常に硬質であり、耐久性に優れるが、強酸や強アルカリに対しては溶解したり腐食する場合がある。また、アルミニウムは イオン化傾向が高い金属であるため、安定な酸化物であるとしても、海水や醤油にさらされる場合、または鉄や銅などの金属に湿潤状態で接触すると腐食しやすい。アルマイトを利用した家庭用製品には弁当箱、夜間、鍋などがある。アルミニウム製の建材、電車や航空機の内装品、自動車部品、光学部品、半導体部品、 各種のネームプレートや化粧版などに幅広く用いられている。ありがとうございます。